唯一無二の世界観で数々の名曲を世に送り出しているアーティスト秋山龍仁。初めての彼女いつできた、初めての彼女18歳。その比類なき歌声を堪能できる音楽番組をお届け。全てはここから始まった。失礼します。あら、よろしくお願いします。ちょっと出ましょうね。お願いします。何されてるんですか。油よ、今油を温めてんだよ人肌にね。温めてらっしゃるんですね。そうそう、オイルマッサージが好きだから、はい、うん、今なかなか夜歩けないから自分でセルフで自分オイルマッサージしようかなと思って気持ちいいぞ。そんな話ではなくて、何よ。実はですね、メーテレが今年開局60周年を迎えまして。あ、おめでとう。その特番を秋山さんにお願いできないかなと思いまして。俺にってこと。はい、メモ少年、まあ、メモ少年って言い方させてもらうけど、はい、ゴリゴリのファンだからね、小学校の時からの。どういうこと、担当してるってこと。あ、はい、企画をちょっと社内的に通してきまして。マジかよ、マジで。順序ってメーテルに入って、はい、自分のやりたい企画で俺に持ってきてくれたの。はい、怖いよ。もう60年を背負った。怖いよ、近づくな、もう、うん、企画のタイトルが、うん、秋山歌謡祭。え、秋山歌謡祭。秋山さんが歌い続ける特番を。いや、ちょっとそれは秋山さんの天才的な音楽をもう届けようっていうことで。違う、それはもうずっと前からよく言うけど、やめろそれこれまでの名曲から新曲まで言ってみろ、名曲を。ないだろ大丈夫、意見合ってんのか、みんな。一回もう一回意見を切り出すとかいいよ、これ大人にはなんとなくうまくごまかして、うまくごまかしてきた、はい、今いけ、今あいつにやらせろみたいになってんだ。そうです、ね、よし、やってもらおう。 OK っつったんだったら好き放題やらせてもらおうぜ。はい、よろしくお願いします。これまで制作した楽曲は300曲以上。心を揺さぶる歌詞と圧倒的な歌唱力で数多の人々を魅了し続けるアーティスト秋山龍仁。今宵これまでの名曲からこの番組のために書き下ろした待望の新曲まで、圧巻の胸熱ステージを披露。話題の芸能人夫婦とは伝説の神曲でコラボ。本当にいいの。いやいやいや。そして秋山が名古屋の街や SNS で皆さんの夢を募集。渡り廊下があるマイホーム建てたいです集まった願いを壮大に歌い上げる。誰かの金で焼肉一度来たい、かかとの角質どっと来たい。さらに名古屋を代表するアイドルグループ SKE48 のもとへ。すいません、ちょっと入念なリハのところ。名古屋愛をテーマにした新曲を制作すべく、地元名古屋へのあふれる愛を語ってもらうと、衝撃の事実が次々と発覚。まさかの展開に。これは結構もうドーピングというかさリアルな名古屋愛を歌った名曲が完成。そして自身のライフワークでもある CM ソング制作も。今回は名古屋の企業やお店の CM をまるっと演出。秋山ワールド全開の CM を見逃すな。いや、最高じゃないですか。この番組だからこそ実現できた珠玉のセットリスト。最強パフォーマンスでステージを彩る65分。秋山龍仁による歌の祭典が今幕を開ける。メーテレ60周年秋山歌謡祭。さあ始まりました、秋山歌謡祭。今回名古屋までお越しいただきました秋山龍仁さんです。はい、本当に今日は一生懸命全身全霊、頑張って、企画を進めていこうと思っております。よろしくお願いします。スペシャルオーディエンスのお二人にも来ていただいています。伊藤麻子さん、呂布カルマさんです。よろしくお願いいたします。いや、嬉しいですね。伊藤さんはもちろん秋山さんの楽曲はご存知ですよね。私はやっぱ初めて聞いた曲がトカクカという曲で、
あれは確か2013年のナンバーです。そうですよね、ナンバー。じゃあありがとうございます、呂布さんも名古屋で、ね、ずっと名古屋の方ですやられてて、でも東京から来てると思われてたっぽい節があって。あ、そうですか。そうなんですよ、なんかあの新幹線どうしますかって聞かれたんですよ在住なのに。あの家から行きますっつって。同じアーティストとして同じでいかがですか。同じでいいんですかね。恐縮なんですけど。いや、こちらが恐縮でございます、はい、でも本当プロの前でこうやってやるっていうのは本当贅沢なので、何よりの。あとメモ少年とね、はい、メモ少年、お前本当にちゃんと責任取れよあいつが立ち上げたんです。あいつ小学校の頃から来てるやつなんです一番近くで見守ってるからねこんなことってあるんですね。はい、小学校から来てるんで偏りすぎて僕への愛がたまに止めないで、それ一般の人わからないよって何か見たことあります。さあ、まずは夫婦愛をテーマにした曲を披露されるということですが。ねえ、本当俺はこれ思い出あってすごく好きです。これを最初に歌えるのは光栄です。地上波で歌えるっていうのがではその曲名を教えてください。はい、性交渉という。え、性交渉です。直球のその性交渉ですいいんだ、それでいいんだ。はい、今回あの芸能界にたくさんいらっしゃる、芸能人夫婦の中から芸能人夫婦に、メーテレ60周年記念にふさわしいご夫婦に、コラボをオファーして、OK をいただきました。本当にありがとうございます。まずはこちらをご覧ください。まだ何も知らない芸能人夫婦のもとへ。大丈夫、どうも若ちか、ちょっとゆってぃです。ゆってぃの石川アンナです。ゆってぃ石川アンナ夫婦、昨年3月に結婚、年の差13歳の若ち婚と話題になった芸能人夫婦。夫婦の愛の形についての歌を一緒に歌っていただきます。芸能界を代表するラブラブのお二人。いいえ嬉しいな、そんなに言ってくれたのは。嬉しそう、嬉しそう。ここで歌詞の参考に秋山から頼まれた二人の馴れ初めを聞く。出会いはあの僕がやってる動画番組のゲストに来てくれたっていうところからスタートですね。そこから交際のきっかけはあるのか。サッカーをもうお互い好きだから、サッカーをじゃあ一緒にうちで見ましょうみたいになったんですよ。僕が後輩が来るのを忘れてて、で、あ、後輩来るの忘れてたって彼女に言ったら、どうするのって言うから、あ、じゃあちょっと彼女だって紹介してもいいって言ったら、いいよっていうんで、そこが多分交際のスタートですね。あ、そういうあれなんだ。完成した後っていうご飯食べつつ飲みに行ったのかな、うん、はい、後輩の方と3人最初3人でしたけど、多分後輩帰ったんだね、途中で、まあ、終電みたいな感じで帰って、うん、はい、で2人きりになられたっていうことですよね、うん、そうですね、はい、ってことはその後っていうされたんですか。なんでそんなこと聞くんですか、ね、いいでしょう別にどうしても、はい、秋山さんがそこを聞きたがっていて、そこを聞きたがってる秋山君もでもそこだけだもんね、聞きたいのタレントですからわざと言わないそうちなみに秋山さんと一緒に歌っていただく曲なんですけど、はい、ああ、それ知らない、何の歌を歌うんですか。成功賞で知らないんですけど成功賞そう思いますよ、ね、すごいよせめて成功賞では収録当日のよろしくお願いします。ちょっとユーザーさんみたいな、どこ行くんすか。成功賞中場強引に巻き込んだユッティ夫婦とどんなパフォーマンスを見せるのかこの二人捕まえちゃったよ。レディーゴー。あ、交際して性交渉、それとも性交渉して交際。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 あ初めてのデートどこ行った？ユッティの家に行った。ユッティの家で何したの？お、後輩呼んでサッカー見た。サッカー見た後何したの？後輩さんだけ帰った。帰った後何したの？その後二人で飲み直す。
飲み直した後どうしたの？シャワーの方は何したの？もちろんそうだ、性交渉交際して性交渉、それとも性交渉して交際、交際して性交渉、それとも性交渉して交際、ははじゃないんだよ。2度目のデートどこ行った？2度目のデートは水族館、水族館の後どこ行った？公園でおしゃべり、おしゃべりした後何したの？その後は居酒屋、居酒屋出た後どうしたの？ユッティの家行く、ユッティの家で何したの？俺の家でシャワー、風呂入った後何したの？でももちろんそうだ、性交渉、交際して性交渉、それとも性交渉して交際、交際して性交渉、それとも性交渉して交際、交際して性交渉、それとも性交渉して交際、結納して性交渉、それとも性交渉して結納、 OK OK 性交渉、暗証こうしよう、そうしようの性交渉、文部省外務省防衛省性交渉、わっしょ TV 省エンタメ省歌謡省成功賞、アンワンドナーワーワー、来名して成功賞、それとも成功賞して来名、入局して成功賞、それとも成功賞して入局、楽屋に行って成功賞、それとも成功賞して楽屋に、台本見て成功賞、それとも成功賞して台本、カメリハして成功賞、それとも成功賞してカメリハ、収録して成功賞、それとも成功賞して収録、ツイートして成功賞、それとも成功賞してツイート、ツイートするか、起業して成功賞、それとも成功賞して起業、回るな回るな、消灯して成功賞、それとも成功賞して消灯、消すな、やるな、ありがとうございました。ありがとうございます。伊藤さんいかがでしたか？何が伊藤さん、何がいい、伊藤さんコメントください。いやもうなんかさ、おいおいっつってんだけど足がリズム取ってるから正解上で、なんだろうね、怖いよね。ちょっとラップ調でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、褒めなくていいです。なんかわかんないですけど、ショーとかその辺を重ねてみました。そうそうですね、はい、いやあの二人にちゃんと俺言わなきゃダメだよ。完全に巻き込まれ事故です。あの一応タレント風なんですよ僕たち。でも石川さんは結構ノリノリだったような、ね、えめちゃくちゃ楽しかったです。楽しいもんね。もちろんそうだよ、成功ショー、言わなくていいよ。やっぱりそうなんです、このリズムだと言っちゃうんです。今回この歌 の, あの作るに至って16組の芸能人のご夫婦にあのお声かけしたんですけど、全員 NG でした。ありがとうございます。17組目のこのこ来ちゃったよ。マジでみんな無理でした。ありがとうございます。ちょっと確認だけ続編のために、一旦だから整理ちょっとしたいなと思って。何あれ、何ちょっと今日の整理だけさせてください。本当に今日の朝食はまず取りました。朝食取りましたよ、うん、朝食でもう雷鳴、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 成功賞なのか、いや早いよ。いや早いよ、早いって。どっちですか？いやどっちもないよ。成功賞して朝食、いやどっちでもないよ。最近なんかどっか行かれました？沖縄に行った。沖縄に。ちょっとその流れ知りたいんでいいですか？沖縄の流れ。流れって沖縄の流れって何？沖縄だけちょっと整理させてください。この続編作るために。沖縄の。おかしい。登場まで。登場。登場前に。まあ到着してまあ昼食取りますよね。まあまあそうね。昼食して成功賞で。多いな。多いな。チンスコーで、成功賞で、チンスコ食って成功賞する、成功賞してチンスコ。気持ちいいんだよ、なんかが全てが。コルマさんどうですかこのイン。まあしっかりラップになってますよ。そこじゃないですよ。よじゃあちょっとこの辺でまたまとめさせていただきますんで、成功賞。やめなさい。はい、ユッティさん、石川さん、本当にありがとうございます。これで終わるんですか？ありがとうございます。終わっちゃった。ありがとうございます。
続いては秋山さん、今回 CM ソングも制作されたんですね。はい、そうなんです。私 CM ソングを作るのが特技でして、子供の頃から作ってまして、その引き出しが半端ないんです。自分、はい、自分で言うのもなんですけど、せっかくですんで、この愛する名古屋のいろんなお店がありますんで、個人店、そういうところの歌をちょっと作ってまいりました。はい、はい、ではまずどちらの CM ソングでしょうか。名古屋市の栄にありますんで、瓦屋さんですね、坪井李三郎商店ですね。好きそうだなという感じです。はい、それではまずガチで作りましたんで、どうぞご覧ください。ちょっとね、ここは言っときたいんですよ。 CM 作りたい感じの匂いがするんですよ。フルネーム系の名前ね、すごい李三郎商店かな。 CM ソング作りやすそうですね。確かに李三郎っていいね、音が ね。今回まず CM を作らせていただくのは、瓦をメインに屋根の工事などを行うすごい李三郎商店。住宅だけでなく、名古屋近郊の神社仏閣の屋根なども手掛ける、現在120周年を迎えた老舗の会社。おはようございます。どうも。おはようございます。うわ、もうこれ CM で使えるわ。いいですか、もう一発いきますね。おはようございます。おはようございます。はい、使わせていただきます。もうこのお辞儀いただきます。わかる気がする。うわ、あ、すごい立派な会社ですね、これ。勝手に作らせてもらうんですけど、いいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また横にいるキャラクターの方がいいですね。すいませんって言ってもらっていいですか。すいません。あ、いいね。いただけるね、これ。目でなんかね、言える人ですよ。お任せくださいって言ってみましょうか。はい、お任せくださいって、はい、せーの、お任せください。もう差し込めるでしょ。ビジュアルができてるんだ。素材多すぎて困っちゃう。秋山が手掛けた CM はどんな出来栄えになったのか。この会社変わらんな。ある。変わらず変わらず。歌い方。作ってます。変わらだけにね。変わらず変わらやってます。初代二代目三代目。社長は私でございます。うまい。うまい。すごいです。給料まだ変わらんか。なんだって。いや、最高じゃないですか。いや、めっちゃいいでしょこれ。やっぱ瓦屋さんだから変わらずっていうのが出てきたんですか。そうですね、本当にね、カルマさんじゃないですけど、はい、ちょっと自然と韻を見つけてしまうのがあるみたいですね。ね、こんぐらいの CM だとすぐ踏んでくるんですよね。私がよくビジネスホテルで見た、勉強してた中だと。あと意外と美味しい李三郎の方使ってこなかったのがびっくりでしたね。確かに最後つぼいいですを言いたくて仕方なかったんです。できちゃったんだね。はい、ちょうどいい感じに動いていただいて、あのこういう体を持って動くのももうだいたい行きがち、こう行きがちなんですよね。だいたいあのあれタイヤ丸善の動きなんですね。タイヤ丸善の。タイヤ丸善か。はい。頭残るわ。で、皆さん本当全部乗っていただいて。もう最高のものができました。使ってほしいですよね。本当ですよ ね。先に作るパターンないですからね、あんまり。オファー来てないのに勝手に作って、それを買ってもらうというシステム、新しいでしょう。さあ、秋山さん、続いての CM ソングはどちらの。はい、名古屋にいる方でしたら絶対ご存知、あのコンパルですね。はいはい、美味しいサンドイッチのね、そのコンパルなんか調べたら CM なかったみたいなんで、勝手に作っちゃいました。それではご覧ください。真面目に作りましたから。何の CM を作ろうかなと思ったけど、やっぱり名古屋といえば喫茶店。いいですよね。で、喫茶店といえばやっぱここ好きですね、俺はね。なんだよ、雰囲気がいいんだよな。コンパル、これ名古屋を代表する純喫茶コンパル。いいっすよ。こだわりのメニューや居心地のいい空間が秋山お気に入りのお店。これやばいよね、これ。おいしそう。お願いいたします。どうも店長、よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。お願いします。この雰囲気ね、店の。うわー、ちょっとこの感じね。これこれこれ、いいよ。もう何回も来た俺も。純喫茶のこの椅子大好きなんだ。このほら、なんていうんだ、このなんか線が、ね、今だいぶすり減ってっからあれだけど、線かけんだよ、ほら。もうほら、もう線かけるの好きなんだよな。わかる、ちっちゃい頃やった。水冷たくてうまいんだよ、喫茶店の水でも。
コンパルの水。はいはい。あ、これなんだ、ちょっとこれなんだ。お水がここから出てきます。こうやってこうお客様のお部屋を作っていくですね。そんなのあるんだ。めっちゃ便利ね、これ。今35号です。いつからコンパルで？もうアルバイトの時からやってまして、そのまま社員に。アルバイトからの社員からの店長も。ありがとうございます。うわ、もうミスターコンパルじゃないですか。ありがとうございます。そう言っていただけるとね。え、はい、ありがとうございます。うわ、ちょっと店長をメインに使いたいな、こうなってくると。あ秋山のコンパル愛が詰まったこだわりの CM がこちら。お茶しなベイベー。もちろんベイベー。みんなの憩いの味とさかもベイベー。コンパル、コンパル、兄ちゃん、姉ちゃん、じいじもばあばもコンパル、コンパル、名古屋に根付いて75年、椅子には直接全かける、メロはワオ。エビフライサンドサロン、ジューシー。ホースで直なのね。生かしたお店さ、コンパル。迷えばひとまずコンパル。また来な、ベイベー。こんな人じゃないでしょ。ロックンロールな感じ、なんかちょっと昔風なんで、ちょっとダンスホールというかね、ツイストの時代のね、そうだ、あれが似合いそうだなと思いまして、エビフライ一回こうしたいとこありますね。これね、ハーモニカみたいな、ハーモニカよりね、エビフライカツサンド、デロロデロデロデロロンジューシーのとかね。どこで音が鳴ってるんですか。あれ口で言うです、口で言うしかない。デロロデロデロ食ってないです、だから。あとやっぱ店長さんにカメラ回ってない時に本当の気持ちを聞きたいなと思って、あの時どういう気持ちでこうやってたのか。あんな人じゃなかったじゃん。娘さんが横で宿題してましたから。店長の、はい、見たことない親父を見てました。えっていう、すごい僕に指示されてるんで、宿題しながら、え、何っていう。店内にその店長の子供がいる喫茶店いいですよね。そうです。あら、ちょっとこれお目が高い。さすがですね。なんでこんなちっちゃい子供がって言ったら、理想は上に住んでる人が一番いいですよね。あ、上住んでんだ、あのやつね。秋山さん、まだまだ CM ソング使ってるね。歌ばっかりじゃなくて、このタイプもあるよっていう意味で。お、僕銭湯大好きなんで、地蔵湯というお風呂がありますんで、そこ勝手に作りました。はい、どうぞ。なんだこう、 CM 作るからにはいろんなジャンル行きたいんで、こういうとこも作ってみたいな。いいね。名古屋駅の近くにある老舗のレトロな銭湯、地蔵湯。よいしょ。あー、いい感じの。いらっしゃいませ。ロバートの秋山と申しますけども。お孫ちゃんだっこして。どうもどうも。味わい深い銭湯ですね。そうですか、ありがとうございます。どっちにお金渡せばいいの、こういう場合。こちらに。違うか、ね。はい、ちょっと中見させてもらっていいですか。はい、どうぞ。これはやばいわ。あ、うわ、いいね、いいね。すごいでしょ、これ。めっちゃいいじゃん。お邪魔します、どうも。こんにちは。こんにちは。すいません、うん、これってなんかリフォームしてるんですか。中をちょっと直したり。なるほど。建物はそのまま。建物そのままで。すごいね、味があって。ちょっと今日 CM ソングをね、今作ってるんですけど、勝手に作らせてもらっていいですか。お願いします。じゃあもう素材をいただこう。真ん中の浴室タイプのやつね。これもいいよ。木彫りコレクションしてるんですか。そうです。見ざる聞かざる言わざる。本当だ、三ざるだ、うん、見ざる聞かざる言わざる、ケツ洗わざる、ダメだ、ダメだ、ケツ聞かざる、何しにかざる、払わざる、これダメだね。三つのこの三ざるはもう絶対ダメだから、風呂で。払わざる、吹かざる、洗わざる、何しに来たの。秋山がさらに盛り込んだローカル CM のあるあるとは。今の後ろ姿何。明治時代から続くレトロな味わい、あまたの泉が現代人の疲れを癒す。あ、いいとこ取った。権現通りバス停すぐそば、自在湯。富士の裾野に広がるは親しみの湯。そう、ここは桃源郷。文豪劉秀山も愛した大正の名湯。権現通りバス停すぐ。いいね、劉秀山。地蔵湯。
なんとなく分かっていただきました。分かる、2回流れんだよね。そうだ、2回流れるんですよ。そうなんですよ。なんで2回ってあのミネラル麦茶のパターンですよね。そう、それ思ってたの。そう、地蔵湯の音質もいいですね。そうなんです。こうどこで撮ったんだよみたいな音ね。で字がちょっとこう動く感じとね、うん。そうなんです。やっぱお風呂といえば大体最後こう言うタイプなんですよ。名前を地蔵湯とかもう大体。分かる。うん、行きたくなった。すごく行きたい。いやでもこの放送を見てね、CM 制作依頼が来ちゃうかもしれないですよね。いやこれは嬉しいですね。いやますますこの音楽祭盛り上がってきましたね。言葉で持ってくる。じゃあちょっとじゃあお任せくださいってガッツポーズいただいていいですか。それっぽくこうですね、はい、うん。歌番組なら秋山歌謡祭にお任せください。はい、ありがとうございます。何回もやるつもりなんですかこれ。秋山さんの負担大きくないですか。何回も。聞きましたよ、打ち合わせ1年前からやってる。パッと見ただけでも何回もロケ行ってますもん。本当っすよ、もう1年前からやってくるんですよ、メモ少年は。この後 SKE48 に禁断の調査。名古屋出身じゃないのについ名古屋出身と言ってしまう問題に切り込む。名古屋でいたい、いさせてください。名古屋じゃないけど名古屋でいさせて。